女のの顔、私の好きな、黒田清輝その時代によって多少の相違はあるがクラシックの方では正しい形を美の標準としているしかし私にはこのクラシックの方でいう正しい形はどうも厳格すぎるような感じがするすなわちこれを日本人に応用するとあいの子になってしまう 嫌いというではないが、絵にするには少し申し訳がある。目のパッチリした、鼻の高い、いわゆる世間でいう美人は、どうも硬すぎると思う。と言ってまた、口元に大変愛嬌があるとか、苦み走っているとかいうような、特に表情の著しい顔は好かない。一口に言うと、薄ぼんやりした顔が好きです。目の細い、 生え際や眉がきっぱりと塗ったように濃い顔はいけない。鼻筋の通り過ぎたのもかえって良くない。中肉中背ということももちろん程度問題ではあるが、どちらかといえば中背は少し高いくらい。中肉は少しやさ型の方がいいと思う。つまりスラッとした姿の美しい女がいい。この絵はルネッサンス時代の フローレンスの絵画によくあるような上品なスッキリとした優美、粋でない、野暮な優しさを描こうと思って、首なども思い切って長くし、髪などもわざとある時代を表す一定の方に言わさないで、顔の輪郭などもできるだけ自分の考えているように直したが、どうも十分には私の心持ちが現れなかった。 しかし、嬉しいとか悲しいとかの表情のないところまでは行ったと思う。何を言えば顔が一体に行き詰まっているかと思う。優しみという点も欠けている。品が十分でない。私としてはもう少し間の抜けた上品なところが欲しかった。一体に東京の女は顎が短くっていけない。最もっとも あまり長すぎても困るが、どちらかといえば少し長いくらいなのがいい。京都にはわざと表情を殺しているような女がよくあるが、あれはなかなかいいと思う。が、平団